前回イケメンラッパーという動画を作ったのですが、僕がポンコツすぎて、なんとその海外のランキングサイトの最終集計が出る前に動画として作ってしまいました。なのでイケメンランキングの途中経過を発表することになってしまったんですよね。本当に申し訳ないです。まあその際、日本人と外国人の好みの違いもあるんじゃないかと思って、実際に僕の YouTube のコメントで、あなたが思うイケメンラッパーを募集したところ、コメントが150になりました。皆様ご協力ありがとうございました。ということで従業員さんと集計しましたので、本日は日本人から見たイケメンラッパーランキングを紹介したいと思います。そしてその後ビジネスのお話というふうにはなかなかつなげられないので、本日は行動心理学を活用した好意を持たれるテクニックをご紹介したいと思います。なんかあざとい情報だな。はい、皆さんこんにちは。企業からパイジャイことエイジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに接するお話をしていきたいと思うんですけど、とりあえずですね、本日、12月25日、クリスマスということで、皆様ハッピーメリークリスマスということでですね、一応ですねこんなところにですね、一人、僕は一人なんでね、一人ツリーを置いてですね、今日は、クリスマスをね満喫したいと思います。でですね、今日はですね、冒頭でお話した通り、前回ですね、イケメンラッパーの動画作ったんですけど、今回はですね、僕の、動画のコメント欄で、皆様からですね、一番かっこいいと思うラッパーを、まあ、投票してもらって、まあ、それを集計したというものになります。なのでね、今日のね一応イケメンラッパーっていうのはですね、まあ、日本人が好む、まあね、イケメンラッパーみたいな感じで捉えてもらえればいいかなと思います。はい、ね、海外 のランキングとはマジで全然違うものになったので、まあ、結構面白いと思います。で、その後にですね、心理学を使ったですね、まあ人に好まれるテクニックみたいなものをね話していきたいと思いますので、まあ最後までね、楽しんでいただければいいなと思います。ということでこちら本編になります。どうぞ。本日はコメント欄150人から集計した日本人から見たイケメンラッパーランキングをご紹介したいと思います。今回は下から紹介して最後に1位という流れで紹介したいと思いますね。とその前に一票組がたくさんいましたので、まずはこの一票組からご紹介したいと思います。トゥパック、まあトゥパックはイケメンだと僕も思います。 24K ゴールデン、カカウシャネーの人ですね。リリオッティ、僕はリリオッティリアルジャイアンにしか見えないんですけどね。リルスカイス、いやリルスカイスはマジでイケメンでしょう。みんなうっかり忘れてね。若い頃のスヌープドッグ、いや若い時のスヌープ超かっこいいっす、イケメンです。トラビス・スコット、あら残念です、一票でしたね。スキニー・フロム・ザ・ナイン、確かにめっちゃイケメンです。これは残念ながら完全に知名度の問題でしょう。アトランタの狂犬、スタイルもいいし僕もイケメンだと思いますね。まあ顔怖いけど。ケンドリック・ラマー、僕はケンドリック・ラマーの顔が一番好きですが残念ながら一票でした。ラーン・ディオール、レーン・ディオール、少し読み方が分かんなかったのですが彼です。ビッグ・ショーン、イケメンですが一票です。海外のランキングでは上位だったんですけどね。ヤング・サグ、ヤンサグって結構ジェンダーレスみたいな格好とか髪束ねたりとかでイケメンなイメージはないんですけど、実はこれ超イケメン、いやいつもこれでいたらいいのにね。ウィズカリファ、まあウィズカリファはかっこいいっすよね。まあ一票でしたが。ガンナ、ん？いや別にいいんですけど、本当にそう思って票入れましたか。オクタバーン、おもながの顔ですがまあイケメンです、かっこいいと思います。スモークパープ、まあ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 、なるほど。キッドインク、前から持っていたのですがキッドインクとクリス・ブラウンって顔似てないですか。ディースモーク、あーディースモークね、確かにかっこいいです。僕の友達にそっくりなんだよな、ドレッドだし。ボビー、若そうっすよね。僕はこのラッパー知らなかったんですが、この写真ちょっと僕の兄貴の子供の頃に似てるんですよね。まあどうでもいいですけど。ジェイ・コール、彼は頭も良くて身長も高くてそれでいてラップも上手いので、もうこれ以上イケメンのジャンルに入れなくてもいいと僕は思います。吠えてます、負け犬の遠吠えです。テカピッピ、嫌われ者代表、1票入りましたね。最近エミネムにディスられたそうなんですが、まあそれについてはまた次回お話します。ブラックベア、あーイケメンっすね、若い頃のエミネムに結構似てますよね。シュグナイト、ラッパーじゃねえしね、怖えし。リルテッカ、いや本当にそう思ってんだな。ダントツトリッピーレッド、いやダントツそう思ってんだな。ニッキーミナージュ、おい怒られるぞさすがに。フィフティーセントはただのゴリラ、これはもはやただの悪口。ということでここまでが1票のイケメンラッパーたちと言っても知名度などもありますからね、1票でもイケメンラッパーって結構いますよね。そしてここから1位から7位まで紹介したいと思います。この7位も結構同票がありましたのでここも一気に紹介します。イケメンラッパーランキング第7位、ダ・ベイビー、ジュースワールド、ポップスモーク、タイガー、ジーイージー。お、確か海外のランキングではジーイージーはかなり上位にいましたが、やはり日本人の感覚とは少し違うのでしょうね。若い頃のエミネム、T.I.
そして僕知らなかったのですが、 IC ニコル、なんじゃこのイケメン、鼻筋から眉毛からまつ毛から、こりゃマジでイケメンですよね。7位なんて低すぎでしょうが、まあこれも知名度なんでしょうね。だってこちらの画像、どっちが本物でしょうかって言ったら左って言っちゃいますもんね。リルポンランキングにも入ってないのにこんなとこでいじってごめんよ。そして最後がリルジ。マジか。まあ好みは人それぞれだけど、僕はリルジは漁師にしか見えないんですよね。俺らそこの若いな、そんな波でヒーヒー言ってたら耳のとこはつまんねえぞこのバカ野郎、この野郎的なね。そしてここからが6位。6位は XXX テンタション。テンタションは悲しみや怒りの混ざったどことなくまだ幼げで、それでいて全てを悟ったような感じの表情をしていますからね。生き様というものは顔に出ると言います。やはり光と闇を行ったり来たりしていたテンタションの表情は魅力的なものなんでしょうね。そしてお次は5位、プレイボーイカルティ。海外のイケメンランキングでも上位にいたプレイボーイカルティ。この男らしい表情は万国共通でイケメンの部類に入るんですね。確かに大きな二重といい、シュッとした輪郭、鼻筋も通っていてかなり整っています。イケメンラッパー確定です。そしてお次は4位。ここまで来るともう大体絞られてきますよね。日本人が好む海外イケメンラッパー第4位は NLE チョッパー。ここで来ましたね。チョッパーもまた海外でも上位にいました。まあ今ガンガンのし上がってる最中のラッパーですからね、そういったところでも注目されるのも理解できます。そしてお次は第3位、リルピープ。自称ヒップホップ界のカート・コバーン。顔かっこいいっすよね。っていうか海外のランキングにはピープが入ってないのが不思議なくらいです。あとやっぱりロン毛の時のピープっていう票が多かったですね。僕の会社の従業員さんも同じことを言っていました。それでは日本人から見たイケメンラッパー第2位はエイサップロッキー。ここでエイサップロッキーが来ました。まあ皆様もエイサップロッキーは1位か2位だろうとは思っていたでしょうが、まあイケメンくんですからね。ということで今回日本人から見たイケメンラッパー第1位はマシンガンケリー。海外のランキングではかなり下だったマシンガンケリーでしたが、今回の集計では圧倒的、2位のエイサップロッキーとの差はかなりありました。海外での評価はやっぱりエミネムとのビーフが問題だったのでしょうかね。どう考えても過小評価されすぎですよね。しかし海外と日本じゃ多少なりとも好みの違いがあるんでしょうね。という感じでいかがだったでしょうか。もちろんですが外見は大切ですが、人間見た目だけではありません。人から愛される要素はいろいろなものがあるからこそなんです。ということで本日はここから心理学を使った人から好意を持たれるテクニックをいくつかご紹介したいと思います。それではいきます。ザイオンス効果。ザイオンス効果とは単純接触の原理とも呼ばれているもので、同じ人や物に接触する回数が増えるほどその対象に対して好意を持つようになるという効果のことです。家が近い人や幼馴染が恋に落ちやすいというのはこの単純接触、ザイオンス効果によるもので、身近にいる人は警戒心がなくなります。これが心理学的な理由なのです。なので意中の人がいる場合、積極的に顔を合わせる機会を増やすことで好意を持たれやすくなるということになります。さりげなく、本当にさりげなくですよ、ガンガン現れましょう。偏方性の法則。人はもらったものに対してお返しがしたくなるという性質があります。これを偏方性の法則と言います。まあお土産とかが代表的ですよね。何かもらったらお返しがしたくなるわけです。この偏方性の法則を利用します。つまり相手に好意を示すことで、その人も偏方性の法則で好意をお返ししたくなるというものなのです。しかしいきなり好き好き攻撃は NG。 最初は何々ちゃんっていい子だよねとか、君みたいな人と付き合えるやつってマジで幸せだよねとか、遠回しに好きなんだよという気持ちを与えまくることで、偏方性の原理で相手もその好意をお返ししたくなるということです。ミラーリング効果。これは類似性の法則とも言われているものなのですが、自分と似た人に対して好意を持ちやすいというものです。人にもよりますが、結婚した相手が自分の父親に似ていたなんていう話がありますが、これはミラーリング、類似性の法則で、僕たちは両親とは間違いなく DNA でつながっていますからね。なので理想が自分の両親に近くなるのも当然なことなのです。このミラーリングを利用することで親近感を抱きます。つまり意中の人と共通点をたくさん見つけることで好意を持たれやすくなるということです。例えばこういった感じ。ねえねえ、好きな食べ物って何？わかる、うまいよね、俺も一番好きだわって、なんでチャラいかわかんないんですけど、まあこんな感じ。食べ物、乗り物、ファッションや趣味など相手に寄せていくことでミラーリング効果が発揮され、好意を抱かれやすくなります。とはいえ毎回、音楽何好き？マジ？俺も一緒なんだけど、ってがなんでチャラい？まあこんな感じで毎回合わせていくといくらなんでも怪しまれますので、偶然を装ってミラーリングを活用しましょう。以前した会話の中で趣味について話していたら、こちらで情報を収集して次の機会にその趣味について話をするなどが効果的です。まあこのように心理学を使って好意を持たれたり、また恋愛へと発展する方法もあります。もし現在好きな人がいたり、また恋人が欲しいという方は
ぜひ意識して行動してみてはいかがでしょうか。とはいえ恋愛って難しそうで簡単で、簡単そうで難しいものなんです。どっちなんじゃいって感じなのですが、どんな物事も難しく考える方が簡単で、簡単に考える方が難しいものなのです。例えばお金持ちになりたければお金持ちになるための勉強をして行動を継続すればいい、ただそれだけのことなのですが、自分にはできるだろうかとか、失敗したらどうしようとか、本当に成功できるだろうかなんて考えてしまいます。本当は単純なことなのですが、僕たちはどうしても難しく考えてしまいます。恋愛だって実は単純なもので、好きな人に愛されるということだけなんです。しかし好きという形は時に束縛や嫉妬というものに変わります。好きな人がそんなことをされて自分のことを好きになってくれると思いますか？そう、恋愛もまた好きな人に愛されるという単純なものから嫉妬や束縛などで難しくしてしまうものなのです。もし今意中の人がいたり、好きになってもらいたいと考えているなら、その人に愛される人になるということを意識しましょう。あれ？なぜ俺恋愛の話してんだ？あれ？はい、みたいな感じでした。いかがだったでしょうか、イケメンランキングね。海外のあれ、ね、順位とやっぱ全然違ったなっていうのが、僕的にはまあね、印象的でした。でね、1位 A$AP ロッキーじゃなくて、まあ、マシンガンケリーということでね、やっぱりね、彼はイケメンだと思います。めちゃめちゃ顔かっこいいんですけどね。まあね、まあ動画内でも言ってたんだけど、そのエミネムとのビーフ、まあ、やらかしちゃったわけですよね。だからあれが結構問題になっちゃってるのかななんて、はい、思ったりします。でですね、まあその後ですね、心理学を使ったね、人に好まれやすいというか、まあ、好きになってもらえるっていうね、ものを、3つほどご紹介させてもらって、その後なぜかわからないけどですね、なんか恋愛についてちょっとね、語っていました。はい、みたいな感じでね、今日はねクリスマスということで、まあ家族と一緒にね、過ごしてる方とか、またね恋人と一緒に過ごされてる方とかね、でね、なんて言うんだっけ、あの一人ぼっちのやつって、クリぼっちっていう言葉ね、僕昨日初めて知ったんですけどね。まあそういった人たちもね、まあ一応今日はクリスマスということでね、まあみんなね、楽しい聖なる夜になればいいかなと思っております。ということで、本日は以上となります。今日の動画面白かったよって思ってくれた人はぜひグッドマークの方よろしくお願いします。今後もね、こういった感じ、ビジネスとか心理学とか成功哲学とか、そういったもの、ヒップホップとね、絡め合わせて情報発信していきたいと思いますので、今後も見てくれるよって方がいてくれたら、ぜひチャンネル登録と、チャンネル登録の際あのベルマークの方のチェックもしてもらえればありがたいです。ということで本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。キヨコラッパー EJ アイことエジでした。また次回もよろしくお願いします。それではさようなら、メリークリスマス。俺が異色のヒップホップ系ビジネス YouTuber EJ アイことエジ AKA 釈迦、ビッチもヘイツもゲットもリッチになる語り、みんなの物語にかける拍車だ、湯の瀬並み、 Yeah